積み上げられたおよそ1000本のキュウリ。香川県小豆島町の宝安寺でおよそ130年続くキュウリ火事です。毎年土用の丑の日に行われていて、昨日はお遍路さんや地元の人らおよそ100人が訪れました。五行のバランスを整えて健康を保ちましょうというのがこのキュウリ火事なんです。キュウリ火事は弘法大師が中国から持ち帰ったとされる密教の儀式で、キュウリを土に埋めて腐る頃に病が治ると言われています。今年は土用の丑の日が2回あるため、来月4日にも実施され、合わせておよそ1500人の健康や家内安全などを祈祷するということです。